Alright! Hello everybody! スイペランキャトです。今回も Bleaching Clear やっていこうと思います。前回はですね、まあ、ミッションを2つ、3つこなしてですね、まあ、レベルアップしてからちょっとショットガンとかの方を与えてきたという感じです。でですね、まあ、前回はショットガンの方買ったっていうのをもう一回言ったんですけど、すいません。お金の方が882なんですよね。ブリーチチャージ、ロックピック、UAB とかあるんですけど、まあいろいろとあるんで結構買ってきたいなと思うものがあるんですよね。ふーむ、結構こっちの方も買ってみたいんですよね。あと名前の方も変えられないのかな。スタッドバーンズになっちゃうな。ダメか、これ新しくニュースカットにしないといけないのかな。で、500シルバーコインかかるというわけですね。新しく作るとしたら。めんどくさい。まあ仕方ないか。じゃあ、まあとにかくミッションの方も続きやっていきますか。で、トルコの方も行けるようになりましたね。ただ、こっちの方、まあ、ミッション2の方やってきたんで、まあミッション3、4、5をやっていきたいなと思います。ノーマルからちょっとハードの方でやってみようかなと思います。さすがにノーマルの方だとちょっと簡単すぎたかなって思いますしね。さて、こう来たか。どうしたものかね。 B、D、A、C ってあるんですけど、そうだね、ちょっとこれ難しいね。まあ、A と D から攻め込んでいきながら、 A がこう上に行きながらここの部屋を、まあ、クリアリングで、 D が真ん中の部屋を、いや、いやどうしようか。一人ずつ行かせるのもちょっと危険だしな。いやでもそれも結構効果的だと思うんだよな。C の方にショットガンのバーンズを置いて、あと他のやつだって感じかな。C にバーンズ。ただちょっとやられたら怖いんだよな。いや、C に2人バーンズとフレッチャーの方も、おっと。フレッチャー行かせて、で A の方にこの2人行かせて、 C の方からこうまっすぐこっちの方に迂回していって、で A の方がこのままオフィス街の方に行かせましょう。チームスタックアップ。よし、このままどこ空いてんのかな。空いてないな。フラッシュバンがつかなくてもいいかな。で、こんな感じかな。こんな感じ行きながらこっちがあっち向くんだよな。フレッチャーも向こうの部屋まで行かせたいな。ということでこんな感じでやっていこうかな。よし、でビーバーたちをちょっとこっちの方に移動させよう。でソープを、ここのドアの方まで行かせるんけど、ここの部屋で向こうの方へ向かせながらクリアリングという感じでやっていきましょう。大丈夫だったかな。ちょっとここのアクションの方見逃してしまったけど、こいつ一人倒せましたね。でダメージの方は食らってないと。オッケーオッケー。でちょっと戻して、ダン
Consider it done. フレッチャーの方をこっちの部屋に移動させたいな。まあこんな感じで。あ、そっか、ちょっと待ってね。ここにも一人いるのか。ちょっと心配だな。まずバーンズを移動させるか。バーンズこっちの部屋に行かせたいからこんな感じかな。でこうこうで、フレッチャーの方もそこの扉まで行かせたいから、まあこう向かせながらかな。よし。Consider it done. で、ビーバーがこっちにも敵がいるんだよな。難しいな。こっちの方に移動させたいな。まあ、こんな感じかな。で、まずはそこの敵をクリアリングしてもらって、でソープの方はあっちの方に移動させてもらおう。で、この部屋に入った瞬間にあっちの方を向きながらこいつをクリアリング。そしてこっちの方に来たら向こうの敵の方を向きながらやっていくという感じかな。Yes, ブリッジ、ゴー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 。あーあと一人やられてしまった。ああ、ソープがやられてしまった。あー、しかもフレッチャーもやられてしまったな。ソープ、キャプテンプライスがいないからあのシーンは再現できないな。あー、セージがやられてしまったと。で、この状態で撃たれてしまったら、まあ永遠に失われてしまうと。で、デフィブがスタビライズタクティックで、まあ、回復することができるということですね。うん、しかし困ったな。あと2人しかいないな。回復はできないな。あ、スタビライザー持ってっか。Roger. で、バーンズがこれはグレネード投げるか。よし、ブリッジ。Frag out! よし、こんなもんか。で、なんかちょっと変な風になってたような気がすんだ。で、バーンズの方が、ソープの方がちょっと死にかけだからやばいな。まあいいや。で、スロー&ゴーでフラッシュバングの方を投げながらこっちの方に移動させよう。で、ビーバーの方もとにかく移動やな。よしょっと、じゃあソープの方は待機ということで。よし。で、ビーバーの方をこっちの方に移動させながらバーンズの方はカバーさせていきたいが、できるかな、できなさそうやな。うーん、まあじゃあソープの方も向かせっか。あーっと、一人またやられてしまった。いや、ハード難しいな。ですよね。星一つと。ただみん、ただ死んでない。死んでないから大丈夫や。ソープはレベルアップした。ビーバーもレベルアップした。あ、ジョー・フレッチャーも一応レベルアップした。で、バーンズもレベルアップ。よかった、死ぬかと思った。困ったな。ソープはダイレクトアクションだからな。アキラシーの方を上げてっか。で、フォレストビーバーはファーストエイドだから、まあ、こっちの方上げてっか。で、ファイアティームリーダーだからな、ジョー・フレッチャーは。リーダーシップか。まあ、近くにいる兵士にブースターが効けるからこれで上げるか。で、ブリーチャーなんだよな。まあ、グレネードとかの効果範囲が広がるというわけだが、
ちょっと体力の方減らしとこう。セーブね、クイッ。でだ、マーケットプレイスでお金の方が入ったから、1617入ったから、ちょっといろいろと買っていきたいですね。ただ高いな。ベストとか買って、体力上げていきたいですね。1500か、高いな。ベーシックプレートキャリア。SSJPC。SAS だからこれ使ってっか。4つ、パーチス、1200。で、ロードアウトで、ギアの方でみんな、つけて、エクイップで、着させていくか。あれ、変わんねえか。みんな着てっかな。あ、みんな着てんね、これ。意味ねえな。買っちゃったよ。あ。まあいいや。では、このオフィスが終わったから、次はここですね。オペレーションダークフレンズィー。で、こっち行きましょう。A と B、二つですね。サンドイッチできんな。よっしゃと、A と B、コマンコ。同じような編成ですね。ではまずバーンズの方に行かせよう。うちの方に。いや、ちょっと待った。バーンズはショットガン持っていくから、あんまり遠くまで行けないんだよな。行けないんじゃなくて、撃てないから。まあ、フレッチャーを最初に、まあ、こんな感じに行かせていくか。で、まあ、見た感じ、こんな入っていってと。で、バーンズが入ったときに、こっちのコーナーをクリアリングと。OK、OK。よし。こんな感じかな。フレッチャーはあっちの方に行くと。で、ビーバーが、まあ、こっちの方に入って、まあ、こっちの方でできる、いるやつをサンドイッチしていくと。で、入ったらですね。まあ、敵が隠れていないかどうか、まあ、クリアリングしながらやっていきましょう。で、ソープが、まあ、ここのすぐ後ろに行きながら、ここかな、まあ、こっちの方をクリアリングしていくという形で。さて、じゃあブリーチで。おお、2人結構倒しましたね。で、こっちの方には敵がいないみたいですね。オッケーオッケー。で、バーンズがここの部屋のクリアリングを担当。まあ、こんな感じかな？いや、こっちの方のクリアリングで、フレッチャーがこっちの方に移動しながら、こっちの見張りと。Consider it done. で、ビーバーが、まあ、こっちの方入りながら、ソープが、まあ、念のためね、ここに出てきた敵を、まあ、迎撃という形でやっていきましょう。大丈夫かな？大丈夫ですね。バーンズね、敵はそこに一人いるんだよな。ただもうそろそろ死んでしまうだろうから、こっちの部屋の方に移動してもらおう。で、フレッチャーがこの部屋に入っていきながらクリアリングと。ちょっと待ってね。ちょっと一旦これリフアンドゥしながら、バンズにクリアリング任せとこうかな。ダメージちょっと食らってんのかな、わかんねえや。まあ中に入りながらクリアリングできると思うから。で、フレッチャーも中に入らせながら援護という形で。よしと。で、ビーバーもこの中に移動させたいけど、
ソープの方にまずグレネード投げさせっか。で2人とも待機という形で、よし、クリアリング完了。あと最後の部屋ですね。バーンズとフレッチャーを移動と、ビーバーと、おっと、ソープの方も再移動と。でですね、バーンズがショットガンを持っているので、まあ、バーンズがですね、まあ、クリアリングに適していると思いますので、スロー&ゴーでフラッシュバング。あー長いね。いやこれ意味ねえな。じゃあノーマルスピードで、まあ、こん中、ちょっと待った、こっちのコーナークリアリングしてもらいましょう。でビーバーが同時時間に入りながらこっちの部屋をクリアリング。でその後にフレッチャーソープが入ってクリアリングと。これで大丈夫でしょう。そこのやつもいたけど問題なく倒せましたね。ちょっとバーンズが傷を負ってしまったけど問題ないですね。あーでも三つ星か四つ星までいかなかったか、残念。でもまた経験値の方も入りましたね。おーおー、3560か、美味しい。グレレル1個だけですから、たったの90ですね、マイナス。オッケーオッケー。お、新しい武器がアンロックされましたね。ブロック2アンロック。なるほど。ソープはな、どうしよっか。アキュラシー、スピード、インベージョン、インティミネーションかな。でフォレストビーバーはファーストエロ、とにかく回復逆に回ってもらうと。ジョー・フレッチャーがリーダーシップだけど、リアクションの方も大事なんで、まあ、適当にやっちゃってるんですけどね、すいません。で、まあ、またリアクションで。そういえばね、クイッて。新しいアサートライフルが買えるようになったな。ブロック2か。アキュラシーが10とノイズが上がるけど、ダメージも上がるのか。で、レンジが 50m と、ROF、ランドファイアか、が 0.6 ですね。ただ500なのか、高いな。1個だけ買って、リーダーのフレッチャーに渡しましょうか。エクイップ。で、これも色も変えられるんですよね。サチュレーション、ただどこら辺がよく変わるのか分かんないな。変わってなくね。まあいいや。でギアとかも変わんねえんだよな。まあ服はなしと。じゃミッションの方で、アフガニスタンの最後のミッション、オペレーションインフィニティエコー、これやっていきますか。で、ロビーに、武装したミリタントがいると。でラージオープンセクションが大変かもしれない。だが、その周りには小さなオフィスで囲まれていると。でテロリストを倒して、まあ、あの場所を確保するんだということで、じゃあやっていきましょう。星 AB か、 A からクリアリングしていくか。 A の方からまあこう一気にストームしながらやっていこうかな。チームスタックアップ。さてどうやっていくか。バーンズをまず最初に入れて、こうこうで、まあ扉の向こうと。
でフレッチャーが2人目だから、まあ、こんな感じで、で入ったらもちろん目の前を向いて、まあ、敵がいないことを確認。でビーバーどうしよっか、こっちのオフィスに行かせっかな。ソープがグレネード持ってんだよな。いや、yes, sir. ちょっとつかないから、まあ、こんな感じ でソープの方はちょっとキャンセルで、こんな感じかな。じゃあブリーチ。あれ敵がいねえな。あれ敵がいねえな。マジか。まあ、おそらくここの辺、ここのエリアにいるんだろうな。じゃあまずこっちの部屋をクリアリングしたいけどできねえな。ちょっとここのドアだとこっちのラインしか見えねえんだよな。いや行っちゃうか。ただまあ敵がいても大丈夫なようにクリアリングが忘れないようにと。でフレッチャーが一番近いからこっちの方に移動してもらおう。こっちの方がいいな。でこっちの方クリアリングと。でビーバーがソープとこっちに一緒に行ってもらおうか。Yes, sir. Consider it done. ソープでこうと。よし、じゃあブリーチで行け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 。よし、敵が、まあ、快適ですね。さて敵がいたな。スロー&ゴーで、まあ、フラッシュバング投げてスタン、そして移動と。でだ、こっちの方にも敵がいないように警戒しながら行ってもらおう。でフレッチャーが敵がいないんだよな。 Yes, sir. でビーバーがここでソープをグレネードを投げてもらおう。いや投げなくてもいいかな。ホールドで、でフレッチャーの方を敵がいないんだよな。こっちの方に移動してちょっと警戒してもらおうか。こうで。よし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 。でフレッチャーここにいたから逃げてきた敵も倒してくれましたね。でダメージの方は全く食らってないな。よしよし。ちょっと待った。でバーンズをこっちの方に向かわせながらフレッチャーの方をこっちの方を警戒してもらおう。でビーバーとマックスオープなんだけど、ちょっとここでまたホールドで敵の方を抑えてもらおう。なかなか当たんないね。でバーンズを向こうの方に敵を警戒させながらフレッチャーをこっちに移動、そして敵の方をですね、まあ、横から攻撃してもらいましょう。でバーンズとバーンズじゃなくてビーバーとソープはここで今またさらに待機と。これソープ当たんないかもしれないな。フレッチャードローファイア、ちょっと待って、これはドローファイアはこのターンでフレッチャーの方に攻撃を帯び寄せるということですので、この間にソープとビーバーの方を移動させましょう。でバーンズの方を
こっちの部屋に移動、そして警戒と。よし、ビーバーの方がちょっとダメージ買ってしまったな。まあでも大丈夫でしょう。で、バーンズが、まあ、グレネード投げてもらおうかな。で、フレッチャーとにかく、まあ、攻撃してもらって、ちょっとビーバーの方、こっちだと危ないからこっちの方に移動してもらおうか。で、ソープの方はここでホールド。ゴーゴーゴー。あー、ビーバーちょっとダメージ結構食らっちゃったな。よし、しかしもうここはクリアリングできたでしょう。多分こっちの方に隠れてるかもしんないけどね。で、こっちの方をクリアリングしながらこうと。で、フレッチャーの方も移動してもらうと。で、ビーバーはメドパックで自分自身を回復。で、ソープはここでとにかく攻撃と。まだ倒れないかと思ったら倒れたね。ふう、いや、自分の考え通りに行くと楽しいね。あー、でも星4まで行かなかったか、残念だ。で、トータル 39.8 秒かかりましたね。で、経験値が4450とお金が1134集まりましたね。これ美味しい。で、みんないい感じにレベルアップしていってますね。いまだに誰も死んでないのが嬉しいですよ。で、MK18 MOD0 かな、アンロックされましたね。あー、ソープか、5ポイントなんだよな。リアクションはキュラシー、キュラシーも大事なんだけど、スピードイベージョンとかも大事だけど、まあインティミネーションかな。で、ビーバーが、まあ、キラシーの方頼もうかな。フレッチャーが、まあ、リアクションだよな。で、もちろんバーンズもリアクションと。で、コンティニュー。で、こっちの方も一応全部できましたね。まあ、ハードの方ではこっちの方やってないんですけどね。で、これが星1と。できればまたやり直してみたいなと思うんですけど。エスケーププランとかもあるのか、いろいろと。これはやっぱり結構楽しいね。できれば全部やってみたいなって思うんですよね。さてと、まあとにかく MK18 の方がアンロックされたんで、ちょっと見てみましょうか。1兆800の数なんか高えな。で、ノイズが24と、ただランドファイアが 0.44 と、結構いいのかな、わかんないや。まあ高いんだからいいんでしょう。ショットガンの方とかもまだまだアンロックされていきませんね。星でアンロックされていくみたいですね。オッケーオッケー。ふむ。まあ一番最初の武器でも結構活躍してると思うけどね。ということで、まあ今回はここら辺で終わりにしよっかな。まあ、ご視聴いただきありがとうございました。では次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。